鳥羽水族館に今日まで設置されたトラトラ神社には5種類の生き物が祀られました。トラのような黄色いストライプ模様の淡水魚タイガープレコやトラザメの赤ちゃんなど、今年の主役にちなんだ縁起のいい生き物が訪れた人を楽しませていました。